お久しぶり、ちょっとお久しぶりですね。青空の歌ってしたんですけど、いやーすげーなんですけど、でもなんか、カツで、達成したような感じなんで、あー達成感全くなくて、ね、あー、でも行けばいいよねえ、なんでも、だろうがなんだろうがそうなんで、さっきトナさんの話聞いて、うん、街頭でもやっぱり簡単なお話を結構、私簡単な話しかできないんですけど、うんうん、話してたんですけど、最近やってなかったから、うん、ああまたしたいなって思いました、うん、ぜひぜひ、はい、簡単でいいんですよ。東京でもさ、なんかすげえ、まあ、今回 YouTube にも上げるけど、他支部の人が来て、ご住職のちゃんと許可得てね、このおばちゃんがまた尺伏ファイターで、だいたい毎年30から40だけど、難しいことなんか全然言ってないんですよ、68歳のおばちゃんで。でもありがたいことに、全く昔は桁業あんまり気はなかったんだって。それが10年ぐらい前に俺が東京で、まあ、こういう活動を始めたでしょ。でその頃はあんまりこう縛りが厳しくなかったから、バン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 他支部来てたのよ。でそれで触発受けて、頑張りだしたんだって。だからもう豊田さんのおかげって、まあ、言ってるんだけど、毎年30から40で、だから今300人ぐらいのグループになってて、でね、難しいこと言ってないんですよ。もうね、やっぱり迫力だね。だ今回の小山で、ゴミ捨ての時にちょうど帰りのタクシーで一緒になったの。タクシー、町場で一緒になったわけよ。あーとか言って、で、まあ、一緒にタクシーに乗って、でその時はまあ、こっちの方の話だったんだけど、でそのご自分が帰る、あ、そうだ、その時は、ま、彼女は別の便だったんだ。で別れて、その帰りのタクシーの時にずーっと釈迦してたんだって。それもその別に息子と言ってないのよ、すごいなよご本尊様はっていう、もうそれだけで、もう周りからもうええやんっていうくらいにこう噛みついてくっていう、もう離さないと。で連絡先を交換するところまで持ってって、でその後本当に連絡をし合って、でもう1回か2回目の時に欠場させちゃったんだって。して奥さんは今度旦那さんと一緒に釈迦しようねって話になってんだって。へえ、から燃えたんだ、その何かが燃えたんだよ、そのタクシーのうんちゃんの。やっぱりね、釈迦は理論、まあもちろんさっき言ってることと矛盾するけどさ、理屈理論も大事だけども、本当のところはやっぱりもう熱情と、そのもうただただご本尊すごい、他の宗教は怖いのよっていう、もうこの一点でいいんですよ。それがどうも相手のハートに入るかどうかってだけのことだからね。そこには持ってこいですよ、余計なこと知らない方がやっぱり、だんだん覚えてきちゃうとね、その一番の先端のハートがだんだんかこう薄れてっちゃうとこあるんだよね。他のこう覚えたことも言いたくなっちゃって、でもやっぱりここなんだよ、やっぱり最初から最後までこう、それをそこではもう持ってこいの人なんだから、またともどもにやりましょうぜ、はい、うちらは、うちらってことない、俺はさ、あと52も残ってるんですよ、152ね、152も残ってるわけ。でもね、なんか知んないけど悲壮感がないんですよ今年。もうね、だってみんなね、みんなコツコツやってるもん、原因を積んでる。みんなが全然なんか賃貸しててね、それで150人も残ってるって言ったら本当にもうどうなっちゃうかと思うけど、それなりに東京でもコツコツ頑張ってる人は頑張ってるし、ここでもそうじゃん、九州でも頑張ってる、北海道でも頑張ってる。でこの今週末北海道だけど2人信頼者連れてくるし、だから今回2期では1人ちょっと、とうとう妹さんが来て、んで欠場しました、釈迦させてもらってね。でそれも話してみれば本当にね、ピュアないい人なんですよ。これ燃えたらこの人すごいいいなっていうね、素直な感じで。もそうやってこう信頼者ちゃんと連れてきたり、連れ出そうと頑張ったり、部員さんもあったりやってるっていうことは、陰徳があれば必ず養蜂ありと。仮にだよ、仮に今年中で152が無理だとしても、こういう機運っていうかさ、だから当日ね、令和3年の当日までに全部行ってればいいわけでしょ。ということは来年500人ぐらいやればいいってことですよ。うん、
気が今ちょっと気が失いそうで分かってなかった。分かんないじゃん、仏様は絶対なんだから、うん、だからさっきのさ、神経通ってないのに歩いてんだから、そうですね、そこをやっぱ信じる。だからこの上昇気流をこの年末までにもう嫌が増してみんなでこう一丸となって上げていけばね、来年本当に朝日松栄が死んで化粧会に空中分解して、で勢いのありそうなどっかへ行かなきゃなっていう化粧会たちが、おいおい妙想寺みたいなとこがいいんじゃねえのってなって、ボカーンと500ぐらい来たらどうするよね、ねえもうそういう今感じ、うん、絶対来る。だそれにはやっぱ我々が本当に楽しく信心しているっていうさ、その勢いよく、しかも無理強引な話でもなく、本当に自発的に楽しくやってるっていう姿が、これ、ま、今度そうやって崩壊したり迷い出した人にとっての希望の灯台っていうかさ、来る場所になると思うんだよね。そういう受け皿は本当全国各地にできてきてると思うんですよ。みんないやいややってないもんね、本当に それなりにこう楽しく盛り上がってやってる。これはありがたいことだよ。だから特に検証会なんかはそれまで上からギャー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 言われて、楽しく、毒がそもそもないとこ持ってきて数字に追われてっていう人たちがね、本当にもう一回でも日蓮様だけはまだ信じていたいと、どうしようって言った時に、本当にでそういう時にやっとネット見始めると思うんですよ。今は見ちゃいけないって言われてるから見ないけど、そうした時になんだこの楽しそうにやってる人たちはってことになって、どこ見てもみんな妙想寺系だと、ここに行くしかない、もう笑うしかないもう笑いしか出てこない、それ考えるとあれすげえぞみたいなっていう感じ、うん、じゃあ、まあ、じゃあ最後のシンプルもあるとしてね。